アラジントースターが2021年に新しくなりました。我が家にある2018年の旧型アラジントースターからどこが変わったのか、その違いについてお伝えします。皆さんこんにちは、みすずです。久しぶりのトースター比較第2弾。前回2020年にアラジントースターとバルミューダトースターの比較動画を投稿しているので、こちら概要欄にリンク貼っておきますね。今回はアラジンの4枚焼きトースター、グラファイトグリル&トースターの新旧比較です。2021年に新しい4枚焼きトースター、グラファイトグリル&トースターフラッグシップモデルが誕生しました。実はこちらモニタープレゼント企画の当選品なんです。インスタグラムでたまたまアラジン製品のモニタープレゼント企画があり、そちらに応募してありがたいことに当選しました。嬉しいですね。ありがとうございます。とはいえ私は旧型のこのアラジングラファイトグリル&トースターが結構気に入って使っていて、中はちょっともうかなり汚れているんですけれども、これね、早い発熱と高温短時間での調理ができるのですごく満足しているんですよね。で、この旧機種で十分なんじゃないかなと思っていたんです。ところがこの新型トースターを使ってみたところ、旧型トースターからかなり進化していたんですね。その進化にすごく驚いたので、今回は案件ではないのですが、新旧グラファイトグリル&トースター一体どこが違うのかについて、私が比較した違いについてお伝えします。今回比較するのはこの2機種、2018年製 AGT-G13A と2021年製 CAT-GP14A、 こちらを比較します。CAT-GP14A と AET-GP14A は同じものになります。付属品の違いです。上が旧型トースター、下が新型トースターの付属品です。どちらもグリルパン浅いもの、深いもの、そして網もしくはスノコがつきます。新型トースターにはさらにアルミ製の炊飯釜と蓋、そして計量カップがついています。旧型トースターも現在も販売されています。そして旧型トースターは今まで私も愛用していた、すごくお気に入りの使いやすいトースターです。こちらもとってもおすすめなんですよね。なのでこの動画がこれからどちらを購入しようかなと検討されている方の参考になればと思います。この動画では2018年製 AGT-G13A を旧型トースター、そしてCAT-GP14A を新型トースターと呼ばせていただきます。結論から言うと違いは4つ、良い点4つとちょっといまいちかなという点4つでご紹介します。良い点1つ目、美味しいトーストがより手軽に焼ける。2つ目、多彩な料理メニューコースがある。3つ目、本体サイズ一回り大きくなったので、これによって丸鶏も焼けます。そして4つ目、トースターなのにご飯も美味しく炊けます。まるで土鍋で炊いたようなご飯がトースターで作れます。反対にいまいちかなという点、1つ目、サイズが大きくて重くなりました。2つ目、付属品が多くて収納にちょっと困ります。3つ目、機能が多すぎてトーストしか焼かないという方にはちょっと不要かもしれません。最後4つ目、お値段がやはりお高くなりました。公式サイトの価格で1万7000円の違いがあります。良い点とイマイチな点を順に見ていきますが、その前に、そもそもアラジントースターとはどんなトースターなのと思われた方もいらっしゃるかと思います。ここでざっくりとアラジントースターについてご説明します。アラジングラファイトグリル&トースターは、忙しい朝にも極上のトーストが焼けるトースターです。2枚焼きと4枚焼きの2モデルあり、4枚焼きは庫内が広くてお料理にも使いやすいのが特徴です。またアラジントースターの最大の特徴は、わずか 0.2 秒で発熱する遠赤グラファイトヒーターを搭載しているという点です。アラジンはヒーターやガスストーブ、カセットコンロなどのメーカーなので、その技術がトースターにも活かされているんですよね。そんなアラジントースターで焼くトーストは、公式サイトではアラジン焼きと表現されています。高温の庫内で一気に焼き上げることで、外はカリッと中は水分が残ってもちもちのトーストになります。パンの上側に比べて下側をほのかに焼くことで、外カリ中もちのギャップを楽しみます。ヒーターは上に1本のグラファイトヒーター、下は3本の石英管ヒーターと呼ぶのでしょうか。これらは新旧どちらのトースターも同じです。
では良い点悪い点を順に見ていきましょう。良い点一つ目、美味しいトーストがより手軽に焼けるようになった。遠赤グラファイトで高温短時間で焼くというアラジントースターの特徴はそのままに、新型トースターではマイコン制御と温度センサーを搭載。これによって最適な焼き時間をトースターが自動で算出してくれるんです。旧型トースターでは温度と焼き時間をつまみをこうひねって設定する必要がありました。新型トースターでは私たちが行うのは焼き色の設定のみです。焼き色は5段階で調節でき、これは繰り返し焼いてもパンの枚数が変わっても同じ状態に焼いてくれるというものです。また新型トースターには本体底面と庫内に蒸気口を設けています。これによって発熱する水分を逃し、庫内の温度をコントロールしてくれます。さらに扉にパッキンを設けることで庫内の温度を外部に逃すことなく効率よく上昇させます。実際に焼き比べてみました。検証のため市販の食パンを使用。新型トースターは焼き色3で焼きます。焼き時間2分20秒と表示されました。そして同じパンを同じ時間、旧型トースターでも焼きます。ですがつまみを回して時間を設定する旧型トースターでは2分20秒という微妙な時間はちょっと設定できません。また新型トースターは調理中に残り時間が減ることもあるんです。これは温度センサーが庫内の温度を検知し最適な加熱時間を自動で設定してくれるから。そのため全く同じ時間同じ設定温度では焼いていない点はご了承ください。念のため別の日に別の食パンでも焼き比べを試しているので後ほどご紹介しますね。さて焼き比べをスタートさせてみて気づいたのですが、比べてみると新型トースターはかなり音が静かになっています。ちょっと BGM を切るので音を聞き比べてみてください。こちらが旧型トースターです。そしてこちらが新型トースター。いかがでしたか？新型トースターはかなり静かになりましたね。これは嬉しい変化です。さてパンが焼けたので取り出しましょう。まずは検証1回目。こちらが旧型トースターのトースト、そしてこちらが新型トースターのトーストです。裏はこんな感じです。旧型トースターの方が裏面も良い焼き色になっていますね。さてちぎってみましょう。こちらが旧型トースターのトースト、そしてこちらが新型トースターのトーストです。1回目の検証では新型トーストのパンの方が周りさっくりカリッと中はふわっと水分が残っている状態でした。ですがこの違いはそこまで大きくはありません。食べ比べてみて気づくかなという程度のほんの少しの違いですね。味に関してはそこまで違いはないように私は感じました。とはいえ新型トースターは自動で温度と時間設定してくれるのでこれは本当かなり便利です。そしてこちらが検証2回目。左が旧型トースター、右が新型トースターのトーストです。裏はこんな感じです。2回目はどちらも裏の焼き色は薄めでした。1回目の検証に使ったパンよりも厚みがあるパンだったからかもしれません。さてちぎってみましょう。こちらが旧型トースター、そしてこちらが新型トースターのトーストです。2回目の検証では触った感じどちらもほとんどというか全く同じに感じました。ちょっと食べてみますね。まずは旧型トースターから。新型トースターのパンも食べてみます。食べた感じもどちらも同じに感じますね。1回目の検証では確かに新型トースターの方が中に水分が残っていてふわっとしていたように感じたのですが、2回目の検証ではほとんど同じに感じました。
やはり温度と時間を自動で調節してくれるという点以外にそこまでの違いはないように思います。また新型トースターには冷凍トーストコースもあります。冷凍した厚切りの食パンも中までしっかり焼けるということです。これね、何度か焼いて試してみたので次回の動画でご紹介しますね。旧型トースターでも冷凍パンを焼くことはできます。ただ自分で温度と時間を設定する必要があります。続いて良い点2つ目、多彩な料理コースがある。新型トースターには8つのコースが搭載されています。トースト、冷凍トースト、温め、オーブン、高温グリル、これちょっと焦がしちゃいました、煮る、蒸す、低温調理、発酵、そして炊飯です。炊飯は付属の炊飯釜で行います。ただこれらの調理は旧型トースターでも可能なんです。こちらは旧型トースターの付属レシピ本です。旧型トースターでも付属のグリルパンを使用して炊飯や蒸し鶏、それから煮物など作ることができますよ。違いは旧型トースターは自分で温度を設定するという点です。新旧トースターの違いを表にまとめているのでご覧ください。設定時間は旧型トースターが100度から280度などに対し、新型トースターは40度から320度。これによってパン生地の発酵や鶏肉の低温調理など低い温度での調理が可能になっています。また上は320度まで上がるので高温でのグリルも可能。庫内サイズは奥行きが7ミリ狭くなりましたが、高さは17ミリ高くなりました。少しの違いですが、これによって小ぶりな丸鶏なら焼けるようになったんです。これが良い点の3つ目です。トースターで丸鶏が焼けるのは嬉しいですね。付属のグリルパンもお料理に使いやすいように大きくなりました。新型トースターのグリルパンはホーロー加工されて熱に強くて保温性も高くなっています。そして深型になり、家族 3,4 人分のお料理の調理が一度に可能になりました。スノコの比較です。旧型では網でしたが、新型トースターではスノコになりました。どちらもグリルパンにセットして使用します。グリルパンに水を入れ、網を入れて蒸し調理をしたり、上に食材を乗せて揚げない唐揚げなどフライものを作ることができます。繰り返しになりますが、旧型は自分で温度を設定するという点が異なります。浅いグリルパンにも変化があります。旧型トースターでは波型がついており、焼き調理で油が落ちるような加工になっていましたが、新型トースターではフラットなグリルパンになっています。そして良い点4つ目は、ご飯が美味しく炊けるようになった。トースターなのにご飯が美味しいなんて嬉しい機能です。新型トースターでは専用の炊飯釜が付属しています。この釜はアルミ製、熱の伝わりがよく早く炊けます。ハリと甘みのある美味しいご飯が炊けますよ。これね、ほんと美味しいご飯がすごく手軽に炊けたんですよ。ご飯についても次回の動画で他の調理コースとまとめてご紹介しますね。さらにこの炊飯釜もとても軽いんですよ。アルミ製なので鉄よりも軽くて扱いやすい点も嬉しいポイントです。ただコンロでは使用できないので注意してください。また炊飯のみで保温の機能はありません。炊飯は2合まで、炊飯時間は2合で30分ほどです。もっとたくさんのご飯を炊きたいという方には不向きかもしれません。旧型トースターでの炊飯はグリルパンを使用します。米2合に対して水 400cc、 1合の場合はその半分です。280度で15分炊きます。さらに10分蒸らして取り出します。炊飯部分のまとめです。旧型トースターも新型トースターも2合まで炊けます。炊飯時間は旧型トースターの方が15分短いです。新型トースターの炊飯時間は1合の場合は28分ほど、2合で30分です。新型トースターはアルミ製の炊飯釜を使用することによって、土鍋炊きのようなハリと甘みのある美味しいご飯が炊けます。また新型トースターには1合が測れるカップがついていますよ。最後にそれ以外の違いも見てみましょう。新型トースターはコードが 0.2 メートル長くなっています。微妙な違いですが、より使いやすくなったかもしれませんね。そして調理時間を自動で算出してくれるマイコン制御は旧型トースターにはありません。新型トースターのみの機能です。
と、ここまで良い点をご紹介してきました。次はちょっといまいちな点を4つご紹介します。1つ目、本体サイズが大きく重くなった。幅、奥行き、高さが一回り大きくなっています。重さは2キロ違います。比較してみると結構大きくなってますよね。我が家は今までトースターを置いていた場所にギリギリ新型トースターも置くことができました。また設置は上を50センチ、後ろを10センチ、側面は10センチ、片面は開放する必要があります。旧型トースターの設置場所はこのようになっています。そのため我が家では使う場所を確保することができず、使うたびに棚から取り出して床にとりあえず置いて使っているという状況です。旧型トースターもトースターとしてはかなり大きめサイズです。これがさらに大きくなってしまったので、この点は旧型トースターの方が使いやすいと言えるのではないでしょうか。そしていまいちな点2つ目、付属品が多くて収納に困る。大きなグリルパンと炊飯釜、これらがコンパクトに収納できると嬉しいですね。ちなみに旧型トースターには専用のラックが別売りで販売されています。黒、グレー、白の3色展開で、公式サイト価格で税込み1万800円、値段は2022年11月現在のものです。上にグリルパンを収納することができ、足元はアジャスター付き。こちらの商品は今年2022年11月に発売されたばかりなんです。例えば今後同じように新型トースターでも専用ラックなどが発売されると嬉しいなぁと個人的には期待しています。そしていまいちな点3つ目、機能が多いことが新型トースターの特徴ではあるのですが、トーストしか焼かない方にとってはちょっと機能が多すぎると感じるかもしれません。例えばオーブンをお持ちでご飯は炊飯器で炊くという場合、新型トースターのメリットは低温調理やパン生地の発酵などだけになってしまいます。そして最後いまいちな点4つ目はやはりお値段ですね。かなりお高くなりました。旧型トースターは公式サイト価格で税込み2万2000円、これでも結構お高めかなと思うんですが、新型トースターはさらに高くなり税込み3万9000円です。価格はどちらも2022年11月現在のものです。ただトースターだけでなく、オーブンや炊飯器、低温調理器やヨーグルトメーカーなどなどの代わりと考えると妥当なお値段なのかもしれませんね。1点注意点ですが、オーブン機能や高温グリル、煮るなどの調理メニューを使う場合は必ずこの付属のグリルパンを使用しないといけません。スポンジケーキなど焼く場合もグリルパンにケーキ型を入れて焼くという形になるようです。このためメニューによってはオーブンを使った方が使いやすいということもあるのではないかなと思います。ということで今回は新旧グラファイトグリル&トースターの比較をお伝えしました。本体サイズが大きくなって付属品も増えて収納には少々困りますが、私が気に入った点は美味しいトーストがより手軽に焼けるようになったということ、また音も静かですし、低温調理やご飯を炊いたりと多機能に使用できる点も大変気に入っています。新型トースターのそれぞれの調理機能もいろいろ試してみたのですが、動画がちょっと長くなってしまうので、こちら次回の動画でまとめてお伝えしますね。肉まんの温め、パン生地の発酵、トースターでカレーを作るなどなどいろいろと楽しめますよ。最後までご視聴くださりありがとうございました。参考になったよという方は高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすすでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。